こんにちは、中島美香です。香港はすごく優しいです。人が優しいイメージがすごいあります。でファンの皆さんはとても一途で熱いイメージがあるので来るのは楽しみです。はい、でも来たいねってさっき話をしてました、旅行で。そうですね、本当はすごいやりたいなと思うので、何かしらそういう形ができたらいいなと思うんですけど、その一曲だからそのためにどうやって7になるかは考えたいなと思ってます。なんかうまいことできればいいなとは思ってます。正直考えてないですね。なんか今は歌をもっとこういろんな幅をもっと広げたいっていう方が多いので、演技のことはちょっと今考えてない、私がすごく憧れている尊敬している人がルポールっていう方がいて、その方がまあドラッグクイーンをやられているのもあるんですけど、だからその方にすごいの言葉に勇気づけられて生きてきたのもちょっとあったので、お返しというかお手紙を書く気持ちで曲は書いて、で MV をせっかく作るんだったら一番見ても分かりやすいようにファッションで取り入れたのがドラクイーンで、でももう意味は本当に幅広く取ってほしいので、ただただその LGBT のことだけではなくて、自分が言いたいことをなかなか言えなかったり、もっと自由でいいのに言えないことがある人たちに壁を越えてほしいという思いで書いてます。猫と遊んでる。4匹いてもいるだけで嬉しいです。もう見てるだけで癒されるので最高です。喋ってます、すっごい喋ります。本当に私自身ずっと来たいなと思っていた香港でワンマンをさせていただけるので、すごくワクワクしてるし、今の私だからできるライブだと思ってます。ぜひ楽しみにして来てもらえたら嬉しいです。请订阅我们的 YouTube 频道，记得揿埋个钟仔啊！